マスクドコメディアンの覆面ラジオはいというわけで始まりましたマスクドコメディアンの覆面ラジオお相手は私謎の覆面芸人マスクドコメディアンでございますくよろしくお願いいたしますくさあ、えー、今回も何を隠そう質問箱の質問に答えていきたいと思いますく今回の質問はこちらですてんタンプレもらえるとしたら何が欲しいですか かというご質問ですありがとうございますく単、えー、プレ誕生日プレゼントですね、えー、そうですねまあ,あのいただけるならもう何でもありがたいですけどもそうですね欲しいもの今欲しいものですか、えー、まあ、真面目な話になるんですけども、えー、マスクドコメディアンねあのご覧になった方わかると思うんですけどもふ普段そのマスクかぶって衣装がですね、えー、ベロア生地のジャケット 中、えー、シャツ蝶ネクタイで下白のパンツを履いてるんですけどもまあそれが一応、えー、定番の衣装なんですけどもやっぱさすがにちょっとね夏場はね <laughs> 暑いんで、えー、ましてやちょっと毎月野外ライブもあるので、えー、夏場の野外ライブその格好出たらさすがにちょっとねもうのぼせてしまいそうになるので、えー、夏用にですね、えー、朝のジャケットに中は T シャツで下白の短パンっていうんですか、まあえー タンパちょっと長いぐらい七分丈ぐらいですかねのズボン履いてやってたんですけどもやっぱりねそれでもやっぱ暑いんですよねやっぱりもうマスクなんですよ原因は <laughs> あでやっぱり夏場その野外ステージの、えー、舞台とかでも終わって帰ってきたらやっぱりもう汗だくなってるんですよねであのマスクにもやっぱりシみができてしまうということでねいろいろ考えたんですけどやっぱりね 欲しいいものっていうか、あのー、夏用のマスクあのプライベートマスクって口がところがね開いてるマスクじゃなくにその生地的に今ジャージ生地っていうのを使ってるんですけどメッシュ生地えっとね昔、えー、初代タイガーマスク選手がねたまにプライベートマスクとかでも使ってたマスクでそのメッシュ生地のね、えー、マスクがあったんですよ。今も、ね、多分そういういメッシュ生地のマスクを使ってある えー、レスラーの方言ってると思うんですけどもちょっとねあれが欲しいなと思いましたねであのお世話になってる那須古職人さんのね方にちょっと、えー、ちょっといつか相談してなあかんなと思いながらもねなかなか相談してないんですけどもっぱ難しいんでしょうねあれ作るの生地がメッシュっていうのは、えー、まああれがあったらちょっと風通しもいいのでちょっとねちゃんとネタにも集中できて <laughs> いや ちょっとプレッシャーですけども、えー、夏場でもね過ごしやすい舞台を過ごしやすいようになるんじゃないかなと思いますねだからまあいつかねそのメッシュ生地のマスクをちょっと作ってみようかなと考えておりますく、えー、というわけでね今回の質問「エテンプレ」「もらえるとしたら何が欲しいですか?」というご質問ですが、えー、答えはお金です。やらしいなあんまに いやもう本当にね、えー、誕生日プレゼントなら何でも、えー、いただけるなら何でもありがたいですよ、えーね。もうやらしい一面が出てしまいましたけども。えー、というわけで、マスク・ド・コメディアンの覆面ラジオでした。ありがとうございます。